の聞かされラジオドンラジ。さあここからのお時間はドンクモデルの聞かされラジオ、略してドンラジ。札幌市のモデル事務所ドンクモデルに所属する私たちが最近のちょっと気になる話題を持ち寄って思わず聞かさるラジオのせいにしたくなる、そんな日常会話系おしゃべりプログラムです。お相手は私沙織とエリカとちえです。はい、ということでよろしくお願いします。どんな時、今日で10回目なんですけれども、エリカは2回目。2回目です。そしてなんといってもちえさんが初めてのどんラジです。ちえさんよろしくお願いします。ちえさんってラジオの経験とかってあるんですか？もう数百年ぶり数百年ぶり、何歳ですか、ちえさん？もうすごい久しぶりです、はい。じゃあもうマイクの前で話すのももうなんかもう初めてだと思ってほしい。いや今日はちょっともう私たちにとっては本当にもうレジェンドと言っていいね、ちえさんのことを掘り下げつつ、まあ、サツコレのちょっとこう余韻も楽しみつつお伝えしていけたらいいかなと思っております。さあこの番組ではツイートやメッセージもお待ちしております。私たちドンクモデルに聞きたいこと、普通のお便り、お悩み相談などなど何でも OK です。メッセージはアルファベットで DONKドンクアットマーク 825.fm、 そしてツイートはハッシュタグドンラジまでお待ちしております。ぜひ番組を聞きながら SNS で感想をつぶやいちゃってください。それでは毎週月曜日4時30分からはドンクモデルの聞かさるラジオ、ここからの30分間聞かさってくださいね。ドンラジ。さあサツコレも終わりまして、で先週の生放送も終わってというところなんですけれども、今日はまあ私たちのサツコレのウォーキングの講師もしてくれていました、もう大先輩のちえさんがどんラジ初登場です。私ちえと申しますよろしくお願いします。お願いします。ドンクモデルに入ってちえさんは何年ぐらいになるんですか？16年です。わーわーです ね、 ーだってもうドンクモデルを立ち上げた時に、そうですよね。そうです、そうなんですか。そうなんです、一人目です。そうですよね。だからもうちえさんがいなかったら私たちもこう続くことはきっと、うん、ねえ、そうなんですね。ねえ、ありがたいね。いやいやいや、こちらこそでも多分ドンクモデルの誰しもがちえさんのウォーキングを目指してたよね、うん、ちえさんに教えていただく感じですよね、うん、ねえ。で、まあ、せっかくなのでちょっと聞いたことないこともいろいろ聞きたいと思うんですけど、うん、はい、ちえさん趣味って何なんですか？秋っぽいんですよ私。そうなんですか？意外。なんか気になることはいっぱいあるんだけど、はい、続かないので、うん、趣味って言えないじゃあ今ハマってることは何ですか？今はなんだろう、まあ子供が生まれたので、あ、はい、まあ、子供が楽しく過ごせるように、うん、なんか手遊びとかできるようなおもちゃを作ってる。作ってるんですか？素敵。すごい。最近何作ったんですか？なんかね、空のペットボトルになんか鈴とか、はい、なんかキラキラしたものを入れて、はい、そこに水を入れて、ジャバ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 動かして遊べるように。そしたら楽しいんだ。可愛いですね。おいくつでしたっけ？今11ヶ月です。11ヶ月。喜んでくれますか？喜んでる。可愛い。可愛い。いや私もねお会いしたことあるんですけど、ね、本当に可愛くてもう癒される。本当。でも私思ったんですけど。うん、やっぱりちえさんのお子さんだからか、手足長くないですか？スタイルいいんだ。そう、素質あるって思いました。ね、大きいわ、ね。でも今は結構ウォーキングの先生としても私たちに関わってくれてるんですけど、もちろんちえさんもかつてはサツコレにもずっと出てましたよね、はい、出ました。何年から？2007年の第1回目のサツコレから出てます。第1回目のサツコレ？どんな感じなんですか？第1回目の時、もう私もその時服飾の専門学校にいて、はい、先生にサツコレに応募していいかいって言われて、サツコレって何ですかって。でもう本番の
2日前のリハーフィッティングの時に初めてその会場に行って、うん、やばいと思って、じゃあもうそこからモデルがスタートしてるんですね。そうですそうです、もう何も知らずにいつの間にかステージ歩いてるみたいな、じゃあモデルとして入ってたからサツコレに出たんじゃなくて、もうサツコレがきっかけだったんですね。そうです、サツコレに出てそこに事務所の方がいて声をかけてもらって、はい、でじゃあお願いしますって言ってドンクに入りました。すごい、なんか考えられないね映画みたいですね、本当にシンデレラガールってことですね。そんなこと。いやー、で、あの特技とかってちえさんありますか？特技はですね、走り高跳びです。走り高跳び、でもなんかめっちゃ想像できますね。いや、本当ですよね、めっちゃ想像つく足長い。もう今はね、さすがに跳べないと思うけど、はい、小中高で陸上をやっていて、はい、でも高跳びだけを設計してました。じゃ陸上部だったんですね。はい。なんかどれくらいのところまで行ったんですか？いや、そんなに全然なんですけど、151メートル50センチ。でもこの身長だから170センチは絶対飛べるはずなんだけど、はいはいはい、ちょっとそこまでは怖くて飛べなかった。すごいスポーツ少女だったんですね。いや、好きではない部活としてね、やっていたってことですね。もうやんなきゃいけなかった感じですか？まあ、部活に行くのが楽しかったっていうだけで。ありますね。そう、そうなんですね。いや、ちょっとちえさんの聞いたことのない話いっぱい聞けたねプライベートな話ね、いっぱい聞けました。でちょっとね、ちえさんにいろいろお話伺ったところで、えりかちょっとお願いしていいですか？うんうん、この辺で今日の聞かさる一曲いっちゃいましょう。今日は誰が書けますか？はい、まずは私、沙織から選ばせていただきました。まあ、もう激動のね、サツコレ期間がやっと終わってちょっと一息ということで、まあ、リラックスタイムに聞きたいななんて一曲を選んできました。で、あのアリアナグランデとあのジャスティン・ビーバーの曲なんですけど、2人のこのリラックスした歌と、もう歌声がゆっくり堪能できるようなそんな一曲になっているので、ぜひ一緒に聴いてください。アリアナグランデで Stuck With You フィーチャリングジャスティン・ビーバー。どんラジ、アリアナグランデで Stuck With You フィーチャリングジャスティン・ビーバーをお送りしました。いや、このミュージックビデオもおうち時間を過ごすようなこう、ね、光景が広がっていて、でなんかこうプライベートな2人のこう姿を垣間見えるのも、なんかこうこっちもリラックスするというか。すごいアリアナが可愛いですよ ね、 可愛いよね、アイテムとともに。そうそうそう、すごい可愛い。もうなんかこうコロナ禍だからこそ生まれた一曲なんですけど、なんかこっちもこうリラックスした気持ちになれるなと思います。さて、今日はちえさんが来てくれているドンラジですけれども、まあ、先ほどもねちらっと言ったんですが、ちえさんはもうサツコレまでの期間、私たちのウォーキングレッスンの先生をしてくれていました。本当にね、お世話になりました。お世話になりましたこちらこそ。3週間ぐらいやってましたっけ？やってたね。やってましたね。もう本番のギリギリまでこう、ね、みんな教えていただいて心の支えですよ ね、 ね、本当に本当そうですよ。で、まあ、モデルのこうウォーキングレッスンって、まあ、そもそもどんなことをするのか、まあ、ちょっとちえさんの方から紹介してもらっていいですか？はい、やはり基本の姿勢っていうのが一番大事で、うんうん、やっぱりモデルってブランドさんとか制作者の方、衣装ね作ってくださってる方の思いを背負ってステージの上に立つ、カメラの前に立つっていうのがお仕事なので、なのでやはり堂々と綺麗に立つってことが大事なので、まずはやっぱ姿勢ですよね。はい、姿勢を直すところから始まるんですよ。やっぱり始めた当時の、まあ、私たちもそうだと思うんですけど、全然ですか？全然です全然ですね。全然ですよね。だからなんかこう最初に壁立ちって言ってる私たちは、こう壁にこう頭とこう背中とかお尻とかかかとをつけて、こうまっすぐ立つ
意外とそれがしんどいよね。難しいし、普通にきついですよ ね。汗かきますか、汗かくよね。そうそう、それをまあ5分とか10分とか10分とかやってなんか最初の頃は私もなんか家でもやってました。うんうんうん、うん、やりますやります、家でも。ねえ、でもそれからこう実際にこう練習していく形になるんですけど、でももうそもそもそのハイヒール、そのヒールの高い靴を履くっていうのが慣れない子もたくさんいますよね。多いですよね。うん、ね、たくさんいますよ、みんな。私もそうでしたもん。あ、本当ですか。私もモデルを始めてからヒールを履くようになったので、もうそこが一番難問だったかな。そう、ヒールを履いて綺麗に歩くっていうことのこう慣れてなさみたいなのがやっぱりこう練習をね積み重ねていかなきゃなっていう感じだったんですけど、でも最初の頃ってなんかエリカとかもこれ大変だったなみたいなのある？いや未だに全てが大変ですけど私は O脚なんですよ、まず。あと首が前に出てしまうとか、うんうんうん、もう姿勢の問題と、あとやっぱりピンヒール未だに結構きついですね、履いてずっと歩くの。だいたいなんかレッスンって今2時間とか3時間ぐらいやるんですけど、うん、もう足パンパンだよ。本当パンパンですよねもうそもそもそんな時間こうヒールを履いて出かけることがないっていうのもあって、うん、なんかもうそれだけでも本当大変で、でもなんかこうレッスンするときになんかこう知恵さんがこう気をつけてることというか、はい、なんかこう逆に歩いてるときに気をつけてることとかもありますか？うん、そうですね、私、まあ、普段は本当は猫背で姿勢悪いんですけど、まあ、それを直すためにはやっぱり普段から直さなきゃ間に合わないと思って、うん、やっぱりあの横断歩道で待ってる時もちょっとポーズ取るような姿勢よく足とかも綺麗にして、まあ、どこで誰に見られても恥ずかしくないようにっていう意識をずっとしてました。知恵さんのようなスタイルの方がそんなポーズしてた見ちゃう目立ってますよね絶対に見ちゃう見ちゃう見ちゃう。え、もうね、知恵さん本当サツコレの1回目から出てたってことで、はい、ウォーキングのこう流行りっていうのも変わりました？すごく変わってます。もう最初の頃はもうみんな同じ歩き、おへ、もうモデルはもう、うん、まあスタイルもそうだし髪の長さも髪の色もみんな同じ、うん、もう服がメインだから、はい、それは今も変わらないけど、モデルが目立っちゃいけないので、はいはいはい、もうみんな同じで、なんか歩き方も結構みんな似たような歩き方、なんかちょっとマネキンっぽい感じなんですかね。そうそう、マネキンロボットみたいな、そっからでもだんだんその数年後には結構モデル一人一人の個性を大事になるようになってきたので、と癖のある腕の振り方とか、ちょっと足をクロスして歩くとか、あとまあ髪の色とかもそうなんですけど、もうモデルさんの個性を大事にした歩きが流行ったり、でも最近はもうナチュラルですよね、あんまりポーズもしないし、かっこいい感じですね。今だってもう腰にこう手を当ててポーズとかしたらもうわざとらしい、古い古いって言われますよね。なんかそうやってこうね流れが変わってきてるんだ。でもなんかその時代でちょっと良かったと思う。なんか好きな歩きとか、ね、一番最初のみんな一緒で髪の長さも一緒でってなったら、なんだかやる気が起きなさそうですよ ね。なんか私ってなんだろうってなりそうですよね。でもここらでちょっともう一曲、まあ、いろんな話聞いたところで、はい、リラックスタイムに聞かせる一曲聞いていきましょう。次は誰が選びましたか？はい、私知恵が選びました。はい、ですね、やっぱり慣れない子育てで、やっぱりどうしてもなんか忙しいとかせかせかしちゃう毎日で、はい、やっぱりこの曲を聴くとなんか一息つく、もうすごく癒されて寝ちゃう、はい、そう、子守歌なんです私にとって、はい、じゃあというわけでオーサムシティクラブでセレモニー。どんラジ、オーサムシティクラブでセレモニーでした。
いい歌。寝ちゃいます寝ちゃいますこのポリンちゃんっていう女性の方の歌声がすごい好きで、うん、いつの間にか私も娘も寝てる、素敵な歌光景ですね。もうなんか幸せな光景がね、癒しなんです。そうなんですね、はい、そんな癒しの一曲をお送りしました。さあ今日はサツコレのウォーキングのレッスンを私たちにしてくれているちえさんをお迎えしておりますけれども、ウォーキングの講師って普段ちえさんどんなところを見ながらレッスンしてるんですか？一人一人の個性を大事にしようと思ってます。はい、まあ、綺麗に歩くのは基本なんですけど、はい、でもやっぱり人間だからみんなね、スタイルも違うし顔も違うし性格も違うし、なんかみんなのいいところがウォーキングとか表情に出せればいいなって、そこを引き出せればいいなと思いながら、その人の個性を潰さないように気をつけてます。え、今回は、はい、ちえさんがこうエリカに対してはどんなこう指導があったんですか？緊張する今回エリカはですね、あのサツコレで、あのスプリングサマーということで露出が多くて、特にエリカはミニの多かったですね、多かったの で、うん、で本人も気づいてるけど大客なので、大客がねお客様にバレないように歩きとポーズでカバーできるようにちょっとアドバイスをさせていただきました。実際どうだった？いや、もうやっぱり毎回教えてくださるのでギリギリまで意識して、うん、でも楽しむことも忘れずそっちを考えすぎると楽しめなくなっちゃうから、こう程よく知恵さんにアドバイスいただいて楽しく歩けました、ね、ギリギリまでね練習してたからね、はい、もう本当頑張り屋さんだったから嬉しいと思って、ね、もうありがたいです、いつも教えていただいてしつこくしつこく聞いてるのに親切で。今回のねサツコレもこう前日にリハーサルがあって、でその時もちえさんは見てくれてて、はい、うん、でまあ、それをで私たちも歩いたのを踏まえてまたいやどうしたらいいですかみたいな感じでこうちえさんにこうアドバイスを求めていたりして、え、実際当日どうだったか知りたくない？知りたいです感想を。やっちゃう。どうでした？いや、かっこよかった。あ、嬉しい言ってもらった。いや、なんでリハーサルの時からやらないんだろう。本当その怒りはあるよ。あ、やばいわそれは。なんかみんなねリハーサル手抜くんだよね。だからそれを見てるからいろいろ言いたいことが増えちゃうんだけど、はいはいはい、でも本番見たら全然なんか必要ないじゃんみたいな、ちゃんとやってるじゃん、ね、ちょっと嬉しくなっちゃうすごい言われた、ちょっとドキッとする、うん、見られてますね。見られてバレてる、ね、うん、バレてる手抜いてるなて、ね、そうか、うん、いやでも確かになんか本番スイッチみたいのはあるかもしれない、ね、ね、緊張感っていうかまた出ますよね、うんうんうん、オーラに。でしかもこうお客さんがこう目の前にいると、うん、なんかよりかっこよく見せてあげようみたいな気持ちにもすごくなります。でなんかまあサツコレはもちろんなんですけど、こうなんか例えばこう普通の人が普段からこう綺麗な歩きを絶対した方がいいじゃないですか、うん、そうですね、なんかポイントとかあったら多分知りたいんじゃないかなと思って、うん、知りたい知りたい、ね、やっぱり壁立ちはね、モデルに限らず、うん、もういつでもどこでもできるから、テレビ見ながらでも歯磨きしながらでも壁に立つ、うん、もうそれだけでちょっと怪しい光景だけど、はい、やっぱり背筋を伸ばすだけでも全然違いますよね。うん、確かに。じゃあもうテレビを見ながら、うん、もちろんヒールじゃなくてもね、うん、いいですもんね、はい、裸足でもいいから、うん、まあ、頭と背中とお尻とでかかとをつけて、うんうん、であれですよね、膝はちゃんとそう内側の膝がくっつくようにね。これが大変なんですよね。大変だよね。プルプルしますもん、いつも筋肉が。でもなんか私入った時に、入ってすぐの時になんかそれやるだけでも痩せるからやりなさいってめっちゃ言われました。そうなんか無理なダイエットするよりも、うん、壁立ちだけで全然引き締まっていくから、うん、全然もうすごい壁立ちそう意外と知られてないけど、そう全身使うよ、体幹も大事だし ねなんかこうもちろんこう壁に立った時にこう反り腰になってつけてるんじゃなくて、お腹もこう引っ込めた状態で、うん、でちゃんと頭も
つけて、いや、 いや大変ですよ ね、 ねでもやっぱり続けたらやっぱ綺麗な姿勢になるんですかね。なります。やっぱりその意識がないとやっぱりすぐ猫背になっちゃうので。確かに今もなってましたもん、ね、ちょっと猫背ってすぐなっちゃう。そっか。じゃあちょっとこうね、モデルに限らず、うんうん、こう普段の生活もちろん男女問わず、そうです、壁立ち、はい、5分ぐらいからです。10分、10分ですね10分疲れますね。疲れるよね10分結構きます。じゃあ1日10分、うん、ぜひ皆さんも試してみてください。ということで千恵先輩、はい、これからもご指導のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたしますどんラジ。ドンクモデルの沙織とエリカと知恵でお届けしてきました、ドンクモデルの聞かさるラジオ。今日はですね、私とエリカと知恵さんというちょっとレアな組み合わせのドンラジでした。え、千恵さん、初めてのドンラジ、はい、どうでしたか？楽しかったね。あ、よかったいやでも緊張してたんだけど、うん、沙織お姉ちゃんがいるから沙織お姉ちゃんは本当安心しますね。安心なの。だから楽しかった。本当うちの先輩方はですね私のことを勝手にお姉ちゃんって言うけどもう皆さん先輩、愛香さんもそうだしいや、ついつい頼っちゃう。お姉さんですね、だって私先生と思ってます確かにそんな感じでお送りしてきたドンラジなんですけれども、あの、私たちの公式 YouTube チャンネルドンクチャンネルの方でも後日放送後のラジオがアーカイブとして配信されています。あの、たまにね、こう始まる前の動画が入っていたりとか、うん、終わった後の動画が入っていたりと、まあ、その時によってこうちょっと雰囲気も違うのでチェックしてみてください。聞き逃してしまった方ですとか、もう一度聞きたいなという方は YouTube でドンクチャンネルと検索して何度でも聞かさっちゃってください。ドンクモデルの聞かさるラジオ、そろそろお別れのお時間となってしまいました。次の月曜日も夕方4時30分にお会いしましょう。この後も FM ノースウェーブでお楽しみください。それでは最後にエリカ、明日のみんなのハッピーカラーは？ハッピーグリーンです。いいね、グリーン皆さんグリーンでね、うんうん、おしゃれしちゃってください。いいですね、はい、それでは来週もお楽しみに。壁立ちお姉さん、やばい、今日なんか分厚いスニーカー入ってか全然膝がくっつかんお姉さんたちの壁立ちをこんなにまじまじ食べるのを確かに